ユリーカはギリシャ語に由来する簡単詞で何かを発見、発明したことを喜ぶときに使われる。古代ギリシアの数学者、発明者であるアルキメデスが叫んだとされる言葉である。ユリーカは、古代ギリシア語、イプシロンローシグマカッパオメガ、見つけるという動詞の一人称単数、完了時季節法の動体であるイプシロン、ローイータカッパアルファから来ており、私は見つけた、わかったぞ。 程度の意味である。現代にリシャ語では、エベレカのように発音する。なお、見つけたという意味の現代日常語、ベータローカッパアルファーも語源は同じである。英語では、長母音を含む場合は、語尾から2番目の音節にアクセントをつけるという、ラテン語のアクセントの法則に従い、第2音節にアクセントがある。語島の H バスペイン語、オランダ語、 英語などでは脱落し、例えば英語では、ジュリテーと発音する。フィンランド語、デンマーク語、ドイツ語などでは脱落しておらず、例えば、ドイツ語では、ユリイカと表記し、エイチ、リカと発音される。日本語の音社にあたっては、ユーレカ、ユレカ、ユーリカ、ユリカ、ユリイカ、ユリイカ,カなどの表記揺れがある。16世紀に描かれた風呂に入ったアルキメデスのイラスト、 右下にヒエロンの王冠が描かれているユリーカという簡単詩は古代イギリシャの学者アルキメデスに記するものである伝えられるところでは彼が風呂に入った時浴槽に入ると水位が上昇することに気づき上昇した文の体積は彼の体の水中に入った部分の体積に等しいとわかりユリーカ、ユリーカと2回叫んだという彼は 形状の複雑な物体の体積を正確に測るという困難な問題を解決できたと理解し、浴槽から飛び出して、裸のまま白草の町を駆け抜け、この発見を共有しようとしたと伝えられている。なお、この時発見したのは、今日、アルキメデスの原理として知られているものではない。アルキメデスの原理は、体を流体に浸すことで体験される浮力について論じたものである。 しかし、一般には混同され、アルキメデスの権利を発見した時に、エウレカと叫んだとする話が広まっている。アルキメデスの洞察は、ヒエロン2世によって提起された、形状の複雑な金で得てきた誓いの王冠の純度を計測するという問題の解決につながった。ヒエロン2世は、金細工職人に王冠の材料として純金を渡したが、金細工職人が、 金の量を減らして同じ重さの銀を加えたのではないかと疑っていたのである。物質の重さを高い精度で比較するための機材はすでに存在していた。これに体積を測ることができれば密度が計算でき、金の密度は銀の約2倍もあり、標準温度、圧力において大きな値であるため、銀が混ざっていれば密度が低くなるのでそれがわかる。しかし、 体積を計算するには王冠を溶かして計算しやすい形に成形する必要があり元の形のまま体積を求める方法を試案していたのだったこの話の書出はウィトルウィウスの建築について巻き級でありこの出来事があったとされる二世紀後のことであるさらに比重が大きい金の体積をこの方法で調べようとしても 水変動が小さいため測定誤差を無視できないという疑問も提示されている。実際には、アルキメデスは、論述、不体の原理で主張するアルキメデスの原理である、流体生理器学の原理で解決したのではと考えられる。この原理では、物質を流体に浸した際、それは置き換える流体の質量と同じ浮力を得る。これを利用し、 天秤の一端に吊るして冠とバランスを取る同じ質量の金をもう一端に下げて冠と金を水中につけるもし冠に混ぜ物があって比重が低いと体積は大きくなり置き換える水の量が多くなるため冠は金よりも浮力が高まるそして天秤は冠側が髪型に傾くことになるガリレオガリレイもアルキメゲスはこの浮力を用いる 方法を考えついていたと推測している。1870年から使われているカリフォルニア州の印象。女神ミネルーアの槍の上にユーレカと書かれている。ユリーカはカリフォルニア州の標語である。おそらく歩き目ですが、金の比率を知る方法を発見したこととゴールドラッシュで金を発見したことを書けている。1849年から州省に使われていたが、 1963年に公式に採用された。州内にあるユーレカの都市名もユリーカに由来する。カール・フリードリ・ヒガウスは1796年の日記にアルキメデスを真似て、ナムイコールデルタデルタデルタと書いている。これは、すべての自然数は高々三個の三角数の和であることを発見したことを書いたものである。これは、 ガウスのエウレカ定理と呼ばれており、今日では多角数定理の特別な場合として知られている。ありがとうございます。